アメコミとエヴァンゲリオンからかなりパクっているという。はい、おまけの夜です。はい、僕が映像作家でおまけの夜の人、柿沼です。このチャンネルは深夜のファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一つでも好きなら好きと言っていいチャンネルでございますので、まあ、今回はルローニケンシンで、まあ、映画しか見たことないよっていう人もいれば、まあ、漫画めちゃくちゃ好きでしたっていう人もいればね、まあ、アニメも全部見てます。まあ、いろんな人いると思いますけれども、知識にね、上下をつけずにみんなで楽しくやっていこうというチャンネルでございます。ということで、見てください。ドーン！ルローニケンシン、全巻、一気買いしました。これね、中古屋さんで Amazon でね、2、3000円で売ってまして、全巻揃って。安いね。懐かしいなって思いました。なんかあの、焼けてる感じのこの中古の漫画本を買うというの、すごい懐かしい感じがしましたけれども、もう、一気見していくっていう動画を撮ろうかなと思ったんですけど、無理だなと。単純計算、6、7時間ぐらいかかっちゃうんで、読みました。はい。これから読むじゃなくて、もう読みました。はい、全部読みました。この作品は、1994年に、連載開始いたしました。僕は86年生まれなので、おそらく小学2年生ぐらいの時に始まってですね、この発売された年に少年ジャンプの黄金期と言われていた時期を支えてたですね、悠々白書がまず終わります。でその次の年に、ドラゴンボールが連載終了で、その次の年にスラムダンクが連載終了するんですね。でこの頃僕ジャンプを姉と兄が読んでまして、でまあそれをこう覗き見するような感じで読んでました。だからルローニケンシンは結構リアルタイムでですね、読んでましたね。で実際アニメが始まるんですよ。でアニメになると本当クラス中のみんなが見てたんで、もう飛天光流龍追戦龍昇戦とかね、龍冠戦つまじとかね、土龍戦とかやってました。祝地とかやってましたよね。あのこうトン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 、このタイミングでジャンプの瞬間走り出せば早いみたいなのをやってましたね。わかりますか、瀬田総次郎のね。まあめちゃくちゃ流行ってたんですね、僕の当時は。今映画が公開されてまして、今やってる映画の次にね、6月になったら今度はビギニングというね、2部作になって、ビギニングはまだ待ち構えてますんで、ちょうどね、まあ原作紹介としてもちょうどいいんじゃないかなと思ってこの動画撮っております。世代によっては映画しか見てないとか、映画でルローニケンシンを知ったっていう人もね、結構なんか多いんじゃないかなって思います。まあこれね、ちょっと前巻ね、改めてあの頃の思いを思い出しながらね、前巻読んでみたんですけども、まずですね、まあ漫画特有のですね、絵柄。まずね、これ一巻の時こんな感じの絵柄です。はい。なんか髪の毛がふわふわしててね、はい。やっぱ90年代の匂いがすごくしますよね。はい。で、これ最終巻になると、間違ってた。28と27間違ってましたね。最終巻になるとこんな感じ。どうですか？全然違うでしょ。全然違くない？本家と同人誌ぐらいの違いがありますよね。まあ、どっちが同人誌みたいな。こっちがオリジナルならこっちが同人誌に見えるし、こっちがオリジナルだったらこっちが同人誌に見えるっていうか、ちょっとなんか、チワワみたいな。剣心ちょっとチワワっぽいな、みたいな感じでね。なんかキラキラしてる感じで。やっぱね、上手くなるんですよね。ちなみに映画、今までに3部作っていうか、映画3回映画化されてて、映画自体5本あります。でね、これ、また見たら、あ、そうだったっけって面白いのが、まず一巻で主人公のルローニケンシンが出てきて、ケンシンとヤヒコとサノスケはもう一巻で出てきます。2巻で有働仁英が出てきます。なので、なんで映画を見た方はわかると思うんですけども、第1作目のルローニケンシンっていうのは、わずかこの2巻、プラス3、4巻ら辺の話がちょっとみたいな感じなんです。この6巻で斎藤はじめが出てきます。で、それで6巻の終わりから、獅子王編、京都編が始まるんですよ。最初は1、2巻が映画化されて、で、2作品目、京都大化編と伝説の最後編っていう作品が映画化するんですけども、この2作品目はなんと、この6巻の終わりから、ドゥルルルルって言って、なんと17巻まで、およそ10巻にわたり映画化してるっていう。ていうか、こうやって見ると、ほとんどルローニケンシンって、この京都編と、江西編の2つしかやってないじゃんっていう。このおよそ10巻にわたった内容を2回ね、前後編に分けてやったのが2回目の映画化されたルローニケンシンでございます。長いよね。だけど意外とですね、これリアルタイムで読んでた人たちわかると思うんだけど、このね、ルローニケンシンって結構この獅子王編、京都編でみんなめちゃくちゃドハマりしていくんですよ。10本刀とか出てきてみんな燃えて、で、あ、もう獅子王がもう強くてね、
でその後ねちょっと絵西編がこれ結構ね好き嫌い分かれるんですよね。まああんまりまあちょっと京都編よりは盛り上がんなかったんじゃないかなみたいな、かくいう僕がですねそんなに絵西編なんかそこまでかだったなみたいな感じでも意外と見直し見ると京都編までだとわずか17巻しかなくて、なんとその後また10巻にわたり絵西編やってるんですね。だから結構絵西編長えんだっていうのがまずびっくりじゃないですか。なんかほぼ半分ぐらい絵西編なんだっていう。あと読み直してめちゃくちゃ面白かったことがいくつかあります。それは明治剣客ロマンタン、るろうに剣心明治剣客ロマンタン、このサブタイトル僕そんなに意識したことなかったんだけど、バリバリ歴史ものなんですね。この歴史もの感についてはちょっともし完全考察ねちょっとやってくださいという人がいればねやろうかなと思うんですけど、本当に歴史もので歴史背景に合わせたいろんな情景や設定がるろうに剣心には織り込まれてて、まずそれもね改めて大人になって読むと、特に僕高校時代に幕末にハマって、まあ、いろんなものを調べてたんですね。だからそれでいろんな鳥羽伏見の戦いとか金門の辺とかいろんな戦いが出てくるんですけど、そこにまつわってこのキャラクターたちが実は動いてて、寺田屋事件とかね、なんでそこら辺もね結構面白いんで、改めてそこちょっと歴史的な背景もやろうかなと思います。あと面白かったのはキャラクター造形がなんとまさかアメコミとエヴァンゲリオンからかなりパクっているという、これ作者がですね漫画の中で全ほぼ全キャラクターについてキャラ造形について解説してて、これ結構面白いんですけど、自分で言ってるんですよ。例えばね、今度映画化されました絵西編で次にねやる映画ビギニングっていうのがあるんですけども、これで有村架純さん扮する剣心の元奥さんの幸代友恵、この友恵さんは、まあ、作者も言ってるんだけど、まあ、綾波もどきになってしまったって自分で言ってるんですけども、でもっと言うとねこの10本型に出てくるこの鎌足り、まあこういう感じでこうちょっとねちしゃっと見せますけど、こういう感じで作者がこのキャラ造形について語ってくれてるんですけども、大釜の鎌足りっていう10本型のキャラクターがいるんだけど、彼はあんまり思い入れがなくて、一言で言ってしまえばエヴァンゲリオンの碇ユイですって言ってて、碇ユイベースと、綾波ベース2つのキャラクターが出てきて、確かによく見ると似てるっていう、顔の造形が似てるとかね、途中瀬田宗次郎が過去の回想シーンがあるんですけれども、そのところとかもう思いっきりもうねエヴァ的な演出が入ってくるんですよ。これエヴァなんだって思って見たら、もうエヴァンゲリオンっぽい演出が入ってきて、でもまあ言うても思い違いかなみたいな、さすがにって思っていると、刺繍編で、戦ってる佐之助が出てくるんだけど、刺繍にバシャーンってやられてブワーって吹っ飛んで壁にバーンってぶつかるんですよ。そしたら佐之助が白黒のモノトーンになって横の内でピューって血が出るっていう、まんま入ってるっていう、もうだからこれ本人もね、まあもう正直モチーフっていうかパクリっていうかみたいなこと結構言ってるんですよ。またサムライスピリッツから影響受けてしまいましたみたいなことを結構もう結構あからさまに告白してるんで、でなんならエヴァ初号機をモデルにしたキャラクターっていうのも出てて、これ、ね、10本刀に ものすごい巨人のキャラクターが出てくるんですよ。巨人のね富士っていうキャラクターがいるんですけども、甲冑をつけためちゃくちゃでかくて手足の長い巨体の敵っていうのがいて、まあこれエヴァ初号機をモデルにしてるって言ってます。エヴァ初号機らしいです。まあ、これ映画にじゃあ出てくるのかっていうと映画には出てこないし、映画内だとこの富士の場合は甲冑取って中の人間が出てくると、それはもうねまた別のビジュアルになってて、その中身の状態で映画の京都編では10本刀としてちょっとだけ登場してます。なんかそういうのもあって面白いですよ。あとアメコミで言うとベノムも出てきますんで、ベノムと剣心が戦うのってすごいね興味がある人はるろうに剣心全巻買っていただいて、まあ頭から見るとねそういった楽しみ方もできるかなと思います。このるろうに剣心がどういう重要な作品だったかっていうと、そのジャンプがかなり傾いてた時に、まあ、看板作品としてるろうに剣心がかなり頑張ってたんですね。でこのるろうに剣心のなんとアシスタントだったのが、ワンピースの小田っちです。小田栄一郎先生が、このるろうに剣心のアシスタントでした。もう一人有名な作者がいて、それがシャーマンキングの、作者だったんですね。途中でねこの絵西編でなんかドクロマークついた爆弾が飛んでくるシーンとかもあって、自分の、アシスタントだった小田先生がワンピースで連載開始したというですね、を祝うような形でそのドクロマークをついた爆弾が登場したりします。だからドラゴンボールスラムダンクとかが終わり、そしてワンピースというね超絶巨大漫画っていうかもう超絶爆ヒット漫画
が飛び出てくるまでの間の、だからハンターハンターとか世紀末リーダー伝たけしとかその後出てくるんだけど、その間をですねもう必死にジャンプをこう守ってた超貴重な作品、はい、でございます。大変な時期ですけれども、まあ、漫画読んでね待ちましょう。では、面白かったら高評価チャンネル登録お願いいたします。ツイッターインスタいろいろやってますんでね、チェックお願いします。次やるときは、次ルオネ剣心やるとしたら、まあ完全原作完全解説でね、ちょっと歴史ものとしての読み解きをやっていきたいなと思ってます。バイバイ。